こんにちは。今日はね、夕ご飯したく、ラム肉のカレー、ラムカレー、でね、なんでラムカレーかというと、ラム肉が手に入ったんです。で、ラム肉ばし手に入ってもカレー作らいねえのさ。俺はいつもスープとんじゃん、鶏ガラとかあれで、ね、ラムの骨、これラムの骨も手に入ったの。だからこれでスープ作ります。これあればね、もう最高。これ冷凍で手に入ったんだけどさ、これもね、鶏ガラと違って骨は水洗いせばいいのでね、比較的楽ですね。これをね、これね、一昼夜つがね、煮ます。これ作り方は普通のカレーと一緒、ただね、スープがね、ラムボーン、ラムの骨で、肉がラム肉だ、そういうことで、ね、今回はね、入れるのシンプルにいきます。でね、玉ねぎ、人参、じゃがいも、これあれだ、前長崎の人送ってきたじゃがいも、発酵橋さ、新聞紙包んでさ、しまっといたんだっけ、全然まだ全然大丈夫だね。大きめに切って、これは別個で茹でで、後でカレーに入れますね。あとカレーで入れからね。せばね、本日のメインイベント、いいよ、これラム肉すごいべ、2キロかなね。これをね、これをさ、結構こう大きめに切っていいね。これはね、ラムの桃の部分、桃の部分なんですよね。だいたいろいろさ、次はこれの後は、今度はね、横浜の幸子さんも好きだ、豚肉ね、豚肉がいっぱいまだ冷凍してあるので、ポークカレーね、あとね、イノシシの肉のカレー、まあね、作る時はね、肉違うだけで、イノシシのカレーはあれだね、イノシシの骨ちょっと手に入らないので、あれだ、その時はあれで、豚骨でスープ作らいで、ね、ラムカレーってさ、全然このカレーさ、香りもさ、味も全然違うんだ、このラム肉使えば。特にこの大きいやつね、このバラでなくて、すごいね、贅沢だね。このもも肉何本すんだっけ、一つ3000くらいすんでねえかな。でもキロ数にせば、でもっと下かな、キロでね、100グラムの鍋400円くらいなんだろうか。結構高いやね。
それはね、時々ね、ネットでね、買うんです。うん、ネットにさ、ミートガイっていうさ、うん、いろんな肉売ってるとこ、あれ九州だったかね、福岡どこだったか忘れたけど、ほらこっからさ、いろいろさ、ラムのソーセージとかさ、アイリッシュソーセージとか仕入れるの。うん、意外と前はさ、ここね、本当にさ、いろんな肉売ってんだ。ワニでもさ、ダチョウでもさ、ね、全部食った。ウサギの丸焼きも売ってる。これ、もう一回食べてさ、美味しくできて、これ、冷凍保存できれば、メニューに加えたいんだよね。メタに食えなきゃ、ラム肉とかさ。あ、これ、さ、カレーはさ、業務用の冷蔵庫に入れておけばさ、1週間は大丈夫だな。なんで、この1週間の間に、まあ、この動画アップする頃にはないと思いますが、ね、来たお客さんは、このラムカレー食えるかもしれない。ラムカレーあるよってね、ここは喋ると思うんですよ。なんかすげえな、これ、何キロだべ。何キロだこれ。ラム肉、ラムレッグ。原産国ニュージーランド。幼霊と、あれ、あ、1.8 キロだ。ね。これね、生ラムはバラで売ってるけど、バラよりはさ、これ、このゴロンゴロンってのが美味しい。ラム肉はすぐ、包丁とかまな板洗わねば。ね。これで OK。ドラーヘバ。冷凍することを考えて、人参も後からにすか。の、まずは玉ねぎと、うん。でやってみよう。ね。で、スープ、入れますよ。あとね、ラム肉好きの人にはこれ、たまらないカレーですよ。ブラックペッパーたっぷりね、塩、でこれ表面ちょっとこう炒まったら赤ワイン粉、ラム肉はね、赤ワイン粉。で、ちょっと蓋っこして、寝分けないね。さあね、まず一回開けますね。もう一つ。極力、なんか、ほらも調べだけど、ラム肉は体にいいそうだ。不法は、なんとか脂肪酸。ラムの料理してたさ、フライパンこう白く油になるんだよな。あの油がいろいろこう体の血液とかそういうのかはいいらしいんだな。あれ、この
るちょっと味を取りながらね。結構さ、あの鶏とがあれよりも出るんだ、あの味。私最近いっぺ動画出す、毎日なんかさ、まだまだお店忙しくならないし、結構時間も出余してたの。バイクだの車いじってて、あ、どうせだば、まあ、大してなお、ほらの参考になるけどさ、撮って、毎日撮って、毎日アップしようかなと、思ったわけ。ただこのね、炒めなのに、玉ねぎだけ炒めないね。人参と、人参もさ、冷凍するとさ、もう沸騰なんだよね。玉ねぎは大丈夫なんだけど。黒胡椒、たっぷり。塩。よし、玉ねぎはカレーだね、焦げでも大丈夫、ね、で、赤いダメでね、これラムのあの煮ダメ、肉いダメだ、油で炒めてるから、もう味こしみてほしい ね。これを入れます。こういう感じでね、肉の上さ、玉ねぎいっぱい、で湯気こでて、これはね、あとね、このスープ、煮だてら、これ、もう少しガンガド煮で、これラムのスープ、白濁色、綺麗になりましたね。これを少し冷まして、火消して冷まして、このお肉に入れますね。せばね、スープが冷めましたので、この開けますね。必ずこの腰網でこしてのスープになる。ではさ、あの骨カスとか入ってしまうのね。よし。よし。これ、なんか、これでもうアンチポ付きで食べれるって感じだよね。この、トロトロったとこね。これ味付け食べられるもんだろうか。あ、でもほとんど骨が食べられませんね。だからね、これね、これで、あとグツグツまた煮ますね。グツグツと。で、肉を柔らかくしましょう。ね。じゃがいもと人参は、このこれ、いつもの得意の真空鍋。それでね、こう、気の利いたじゃがいもこう。これね、で、に、塩と、で、ガラムマサラ少し。でさ、カレー粉。でね、カレーライス用だはんでね、こうやってね、これで一回沸騰までやりますね、沸騰。今の、これ。煮えた、あの沸騰したのを、このよいしょ、これね、これさ入れてね、
ちゃんと蓋っこして、それで30分もすればもうホックホックに柔らかくなる。引き続きこれもう少しこうお肉柔らかくなるでな、煮込んで鍋な。うん、もうあまり肉ちっちゃくなるね。やっぱな、結構いい値段だけど、これ一回煮立ったので火を止めでね、これこのスープ、これちょっと煮すぎで肉がちっちゃくなりましたけど、これにじゃがいもとか入れるのでね、うん、これはねどんなカレー粉入れても美味しいと思いますよ。でね、こっちね、これ、うん、真空鍋で作ったね、これガラムマサラとカレー粉塩入れて、うん、じゃがいもね形は全然崩れてませんね。これを入れるんだけど、今日はねこのこれにねカレールー半分だけ入れて、うん、こう、あー本当にいい香りだ。スープがさすごい濃厚だ。これさラム好きだ人たまらないよこれ。おいメガネ、これメガネ曇ってまたね、メガネ曇ってもあるんだ。このインドカレーはね無塩タイプなのであまり味がねあれです。今日はね少しこう味が染みる程度にカレー粉を入れて、あと明日ねちょっとね違うカレールー買ってきて入れますね。今日はねちょっとこうこうやってねちゃんと肉とかにカレーの味が染みる程度に入れて終わりです。それはねカレーには欠かせないターメリックライスね。ターメリックライス、玉ねぎのみじん切りね、バターね、玉ねぎのみじん切り、ラム肉ちっちゃいぐらいだったな。でもなまあ煮込むはでしょうがねえね。これ玉ねぎね、これね龍馬さんが送ってくれたお米でね、こうやって精米したやつね、よく炒めます。お米がねこう透明になる感じまで炒めてください。ターメリックね、で炒まったら入れますね。お、水こたつででも使ったフライパンさ水こ入れたりしてやれば、このフライパンさこう少しこうついてるいろんなもののうまみがさこう一緒に溶けるのでね、これは非常に何でもね、そうやれば肉炒めたら肉炒めたフライパンで長まだ野菜炒める、そうすればねこういう感じでいいとこですね。これ天気釜で炊きますね。でね、今これに今入れたカレールーはねカレーの味を染み込ませるのに丼物用とかカレーうどん用の無塩のカレー粉入れました。これね、なんで今まだほとんどカレーのにかまり壊すけど味はねこうかなり物足りないですね。はい、ではねこれからみんなで食べるんですけども、昨日ねカレー粉を入れて十分味が染みたと思うのでね、これ一番安いのがコクマロカレー辛口、これ安いけど美味しいね、西京で売ってた。この固形のルーはねいいよね、固形でね便利だ、非常に使
使いやすい。これを入れてね、半熟粉をつけていかにね、何でも美味しいよ。もうこのね、おら、そのスープの色を見たらさ、これはどんなの入れても美味しいなと思ったわけ。あ、やっぱりいい香りがしてきましたよ。普段本当はマッシュルーム入れても美味しいし、ね、カットでなくてホールのやつ、ゴロンゴロンと、多分ラムダハンで合うと思うよ。まあなんでラムダハンで合うか分からないけど、こんなもんだね。あ、ラムの香りが濃厚ですね。うん、いいです。この真空鍋でもう柔らかくなったこのじゃがいもと人参ね、これを入れていきます。食べる分ね、別個一人これだら2つあればいいのに、3つが人参、1人4つだな、いっぱいある。こらでね、なんかこうあんずっこしみるくらいこうやっておきますね。よし、あとちょっと弱火で、超弱火で半熟こしめらへどきますね。これターメリックライスできましたよ。これ黄色いのね、まあ、これすごくいいおこげなのさね。これがまた美味しい。これね、これにヘバカレー入りできますね。あれこれじゃがいもゴロンゴロンって、これね、これすごいラムの香りして、これ熟女系のね、じゃがいもね、これ一つ、あれ残念、私自分の入れたつもりで入ってません。だからちょっと足して、しますね、と私のだけ味しみないかもしれない。でもじゃがいもさ、煮るときガラムマサラもどうか入れて味付けしてあるので十分ですね。ね、入ってら、ほら入ってら、いいか、4つ入れたいんだけど、もう1つ入れ入ってるんと思うんだけど、まあいいやな。これ私のね、すごいね、ちょっとね、どういう問題かさ、多分さ、ターメリックライスの相性もいいと思いますよ。じゃがいもは、あ、すごい、このラムの香りつんだか、すごいね、素晴らしい。上持ってって食べます。ヘバラムカレーでした。これはメニューにもありません。